マルチウィンドウのアプリ使って記事を、やらなかった。マルチウィンドウの、アプリを使ってスマホを二分割して、上がシンプルノートのアプリで、シンプルノートというアプリで記事まとめて、下がメタのライブ配信でやってます。行動経済学で最善の選択、その選択損してませんか。買い物で後悔したなと感じること。巷で見ずあれこれをなぜか魅力的に感じてしまい、ついつい無駄遣いしてしまった、なんて経験があるのでは。実はこれ行動経済学で説明できます。行動経済学の実績はものすごくて、ノーベル経済学賞も3回も受賞しています。期待を集めているのはナッジという仕組み、バイアスによって歪められた私たちの選択を自然に修正してくれる超優れもの。社会的な課題の解決にも応用できる。世界各国200以上の機関で政策にも導入されている。一方で問題なのが、行動経済学を悪用したスラッジという仕掛け。あのテクノテで私たちを、情報が溢れ、選択肢が多様になる現代、どんな選択をすればいいのって迷っちゃう。だからこそ行動経済学の考え方を正しく知ることで、不利な選択を減らし、この先損失の人生を。経済学と行動経済学って何が違う？行動経済学は私たちの普段の選択や意思決定がどんな心理によって行われるのかを明らかにする。経済学に心理学を取り入れたハイブリッドな学問。実は確立されたのは20世紀後半と結構最近。伝統的な経済学とどこが違うのか。こういう人が経済活動をしているだろうなという人間像の違いです。こう伝統的な経済学が前提としているのが実はすごい人で、得られる情報を利用して自分の利益を最大化できるような思考決定を行う人物がモデル。常に最善の一手を超速計算して即断即決する場合、人が1000ドルを受け取って50%の確率でさらに1000ドルもらえる。A を選べば B は確実に1000ドルもらえる。さあどっちを。実験では回答者のうち84%が確実にお金をもらえる B。受け取って C を選べば50%で1000ドル失う。D は確実に1000ドル、5500ドル失う。今度はどっちかというと、69%が1か8かの C を選んだ。この結果、実は、ちょっと不思議なことになっています。一体どういうことなのか。現在生じている状況を数式で整理してみます。 A と B それぞれを数式で表し、同じように C と D もすると同じ式にならない。実は1問目と2問目はお金をもらったり失ったり順番が異なるだけで同じ質問。本来ならば A を選ぶ比率と C を選ぶ比率は同じになるはずですが、パーフェクトじゃない人間はお金がもらえるとポジティブに表現されている場合は、確実にお金をもらえるとポジティブに表現されている場合は確実な方を選ぶ。一方でお金を失うとネガティブに表現されている場合はギャンブルを選ぶことが多いという偏りが出る結果。同じことでも選択は変わる。人間は実際に同じことだとしても、損を強調するか、得を強調するかという表現のされ方で意思決定が影響されることがある。さらに損を嫌い、確実であることを特に重視していることが明らかになった。1979年、2人はこの結果をまとめて、プロスペクト理論として、合理的な選択を拒むバイアス、どうして人間は意思決定にブレーンがそう出てしまう。2人は、バイアスとは自分の直感や経験から無意識のうちに非合理的な行動を選択してしまう心理現象のこと。心の中で無意識に生じる判断基準の歪みで、私たちはホモエコノミカスと違って瞬時に、
すべての情報を利用して正しく計算して判断することができない。だから人間は直感的に答えを予測しがちです。この時にバイアスが生じる。こうしたバイアス20個以上あります。知っておくと選択に役立つ。1、損失回避バイアス。人は得と損で、損の方を 2、3倍ほど大きく評価してしまう。2、現在バイアス。将来の選択では忍耐強くお得な選択を選べるのに、直近の選択ではせっかちな選択をしてしまう。例えば今すぐに1万円もらえると、1週間後に1万100円もらうならどっちを選ぶか、すぐにもらいたくならないですか。じゃあ1年後の1万円と1年と1週間後の1万100円だったらどうでしょう。なんかその先の話なら1万100円を選びたいという気がします。よくよく考えると1週間で 1% の利益が出るのは断然お得ではないかという感じで、いつだって100円増える方を選ぶのがいいはずです。遠い1年後なら1週間待てるのに今でと言われて、つい先の出来事にとらわれてしまう。これが現在バイアス。海外旅行のために貯金しようと思っても、ついスマホゲームに課金しちゃって後悔なんていう、そういう、3、アンカリング効果。最初見た数字に選択が左右されてしまうものです。例えば5万円の腕時計を高いと感じても、もしその腕時計が5万円のところ1万円割引と表示されると安い男だと感じてしまう。サンクコスト効果。過去に投じたコストを取り戻せると誤解して判断を誤ってしまう。例えばクレーンゲームで1万円課金しても商品が取れなかったら、こんなにお金をかけたんだから次こそ取り返せると誤解したらにお金を使いすぎてしまう。社会課題は特に導くナッジ理論。ナブル経済学を私たちの行動はバイアスにされているかもしれない。こうして研究が進んで、経済的な理論では説明がつかなかった。2002年プロスペクト理論を、経済学の心理学を取り入れた構想を評価して、社会課題を解決に導くナッジ理論。ナッジ理論が、例えば海外旅行の貯金ができないっていう現在バイアスは、こんなナッジで対策ができます。自分で貯金の目標達成日を紙に書いて計画するとか、今日の夏はハワイに行くぜと、今年の夏は友達に公言するのも効果的。自動的に給料から定額を貯金するなどもあります。ナッジは社会課題を解決する力があると政策にも応用されています。イギリスでは税金滞納者を減らすために、特措上の呼びかけに10人にクリーンが期限内に支払っている、あなたは納税を完了していない極めて少数の人ですといった、納税する気にさせるナッジを取り入れることで納税率が向上する。日本でも風疹ワクチンの定期接種がなかった2年のせに、無料クーポンで接種するために効果のある呼びかけを分析してチラシを作成したり、渋谷にタバコのポイ捨てをなくすために投票型灰皿を設置、吸い殻が数が見えるようにしておいて、吸い殻で投票できる仕組み。その結果ポイ捨てが今日は減った。なっちゃう。ナッジの種類によっては一部の人にしか効かないものもある。例えば地域によっては文化が違います。ある一部の人にとはそこにボトルネックが課題があって、そのナッジで解決できるけれども、別の人たちは別のところにネックがボトルネック課題があると、全員が思う問題解決はならない。あるいは一部の人は解消したら次の人に対してまたナッジを考えていくということが重要。不利益な選択に誘うスラッジ。ナッジがバイアスを修正して僕らの行動を正しい方向に導く良い目的のものだとならば、スラッジはバイアスを悪用して不利益な選択に誘うものです。
有料サイトを解約しようとしたときに全く解約ボタンにたどり着けない、解約がオンラインではできず実店舗に行かなくちゃいけないとか、手続きはとにかく混雑になっているのをスラッチです。解約もまた今度でいいやってなっちゃう。また実際は閉店の予定がないのに魔王の経営店売り尽くしなど嘘をついて買わせようとするのもスラッチの一種。このようにスラッチは忍び寄ってくるため皆さんも知らないうちに引っかかっているかもしれません。スラッチに対する対策はまず行動経済学の基本を知って、例えば損失を強調した表現だったらそれを利得を強調した表現に変えてみる。そういった表現の仕方、同じことを違う表現で考えてみて自分は同じ選択をするかどうか少し思考実験をしてみる。行動経済学はバイアスを修正して社会の課題をも解決できるものである一方、使う人の心次第では人をはみ出しまう罠にもなりかねない。多様化しデジタル化する社会で生きる私たち、小さなものから大きなものまで判断や選択を迫られることが無限にある。そんな時、行動経済学の知恵を生かしてより良い選択をすることができれば、後悔のない納得のいく人生を送ることができるかも。